三角形の産地、TA、NA、RA の表示はテネレ。アイル産地は、サハラのエコリージョンに属するニジェールの産地、北緯17度に位置し、7万平方キロメートルの面積を持つ。この産地は、標高500から900メートルのあたりが、平らに開けていて、花崗岩質の山頂が点在している。アイル産地の一部は、テネレの一部とともに、 アイルテネル自然保護区として、ユネスコの世界遺産に登録されている。ニジェールの北西に位置し、南北方向に 300km、東西方向には 200km に伸びる三角形の山地である。標高はしばしば 900m を超え、最高峰は、バグザン山脈のアンドゥカンタゲス山である。南の斜面は、地球で断崖のくぼ地にはまり込んでおり、東の斜面は、 テネレに接している。西にはすぐに、タラク、平原、アザワク地方、タメスナ地方などが開けている。アイル山地の中心都市はアガデズであり、これはトゥアレグの居留地である。そこに暮らす人々は、ヤギやヒトコブラクダに、生計の基盤が置かれており、それらから、肉や乳あるいは地元の工芸に使う比較などを手に入れる。定住を選んだトゥアレグの中には、ジミア、 ウデラス、リフェルアーヌなどの村々で暮らす者たちもいる。彼らは農業を営み、玉ねぎ、トマト、ジャガイモ、ニンニクなどの野菜類や、トウモロコシ、小麦、木になる、果実類を栽培している。また、ヤギなども飼っている。これに対し放浪のトゥアレグのキャラバンは、定住のトゥアレグやテネレのオアシスの人々と、塩、麺織物、ナツメヤシなどの交易を行っている。 標高の高さによってアイル山地は降水量の少なさにもかかわらず周辺の砂漠地帯に比べると緑に恵まれている。とりわけ雨季にあたる8月、9月はそうである。植物症は主にサハラスーダン型で平原のものとは異なっているが様々な植物を見ることができる。標高500から900メートル地帯では サルビダーラパーシカなど何種類かの木々が存在し、900メートルを超えるとアカシア族が見られる。そして1500メートルを超えるとオリーブの木や糸杉などが生えている。アイルには40種類の哺乳類、165種類の鳥類、18種類の爬虫類、1種類の両生類が生息している。そのうちの数種は生存が脅かされていると考えられ。 9種類が絶滅危惧種に指定されている。例えばアダックスやダチョウは今でもアイルに生息するが密漁や干ばつで脅かされている。アイルには生存の脅かされているサハラの有名なユーヒズメ類がいる。1990年には12000頭のドルカスガゼル、170頭のダマガゼル、3500頭のバーバリーシープがいると見積もられており、特に バーバリシープはニジェール国内の生息数の70%とされた。ドルカスガゼルとバーバリーシープの数は自然保護区の設立以降増加しているようだが、ダマガゼルは密漁などによって減少傾向にある。アダックスの数は1979年以降、全減し、15頭にまで減ってしまった。シローリックスに至っては1983年以降、目撃されておらず、 絶滅したと考えられている。ライオンやリカオンといったサヘルの大型動物は20世紀初頭には狩猟や毒殺によって滅ぼされていったが、いくつかの種は残った。なおも15から20頭のチーター、数頭のハイエナが猿などを餌にして暮らしている。小型肉食獣の数はまだ十分にいる。例えばこの地域では金色ジャッカル、フェネク、カラカル、 砂猫などが確認されている。産地の中央部には、おそらく近親交配によると思われる70頭のアヌビスヒヒや500頭のパタスモンキーの孤立した集団が生息している。これらの集団は厳密にはこの地域固有の亜種である。産地では、ケープハイラックス、穴を掘るネズミメ、コウモリ、ヤマアラシなどが観測されている。酒カやゴシキドリカハトカ ヒバリカなど様々な鳥が生息しており、赤ハシコ最長なども確認されている。また、アイル山地西部は、アフリカにおけるダチョウの最後の大規模生息地でもあり、1990年には800-2000等と見積もられていたのだが、2001年には、ほとんどが姿を消してしまった。この辺りは85種類に及ぶ、渡り鳥たちも見られる。 それらの鳥は越冬する場所に渡る途上で、この地域にも飛来するのである。アイル山地には様々な種類の蛇が生息している。黒ク首クコブラ、パフアダー、サハラツノクサリヘビなどといった毒蛇類も多い。アイル山地は、紀元前6000年から紀元1000年頃にわたる洞窟壁画の存在でも知られている。この壁画は、主に尖った石器や金属器で、 岩を削って描いたものである。最も古い絵が表しているのは、多くの大型哺乳類によって示されているように、この辺りが牧畜に適した地帯だったということである。この地帯の絵では、1999年にダブルで発見され、全世界に知られるようになった5メートルを超すキリンの絵が有名である。しかし、紀元前3000年期中に砂漠化が始まり、ドゥアレグも、 北方からこの地に流入した。その後の絵には戦車や馬などが描かれた戦いの絵も見られる。以下の文献のうち最初の4点はこの記事書版の翻訳元である。フランス語版の記事に掲げられていたものである。ありがとうございます。